こんにちは、高田さん。メッセージありがとうございます。そして今日もお越しいただきまして、とても恐縮でございます。今はね、その YouTube ってものがあって、私の人生空間の中では YouTube の割合が本当に 90% くらいなんですよね。人との出会いってのはまず YouTube があって、でそのうち YouTube で会った人からリアルに会う、もしくはリアルに会わなくてもリアルに会っている人以上の関係が築ける。それがまあ YouTube であり、もちろんね、 YouTube だけではないです。自身のトークスキルも大事だと思いますし、このお相手さんのね、気持ちを受け止める受信力も大事なんだろうなと思います。非常にね、インターネットを通じて信頼関係を構築するのは簡単な時代になったとは思うんですけども、コミュニケーションが最初から下手な人はこうやってインターネットを通じたらもう変なことになっちゃうとかね、そういうこともありますんでね。私はね、その中で田畑さんとの関係は貴重なものだと思いますよ、本当に。でね、やっぱりこう共通の人生観もありますしね、さすがだなというところも多々ございます。まあその中でね、同時期に出産を迎えた子供がいて、同級生、そうですよね、まあ、こういったね、同級生という概念はこれから古くなるのかもしれませんけども、でもどちらにしてもね、私の大和くんの同級生は私たちが生まれた時に比べて3分の1ぐらいになってますから、多分ね、私あのインターナショナルスクール行かしてますけども、でも通常の小学校、中学校、こういったところもクラスルームってのはすごくね、少ないと思うんですよ。私の近くの中学は1学年2クラスだったりね、してますしね。小学校も本当に少ないみたいで、私がね、在学中といえばまた昔の話になっちゃいますけども、30数年前はね、10組とかね、当然あった、11組とかね、あんな感じだったと思うんですけどね。しかも中学とかも第2中学、第3中学、第5中学みたいな感じでありましたよね、ということでね、子供の頃に見た景色、そして想像した未来と現実、その未来に来てみたらだいぶ変わったところがあると思うんですよ。で、そういうことも見据えて私たちはこれから親として子供を見ていかなくてはならないかなっていう時に、10年後とか20年後ってこの国があるのかなとかね、2つの大きなアメリカと中国というものに囲まれて日本の立ち位置はどういうふうになっていくのかな、そして本当に日本は先進国で言い続けることができるのか、日本の賃金はかなり安くって、もう超デフレがね、もう止まらないでいて、社会保障負担は大きいですよね。こういうふうにほっとけばどんどん置いてかれる世の中、それが日本なんじゃないかなと思うんですよ。もはや景気の上昇に合わせて、世界の景気の上昇に合わせて日本は乗ってるだけでいいよっていう時代でもないですし、ましてやぶら下がってるだけで連れて行ってもらえるような、そんな世の中でもなくなりましたね。みんながやってるからそっち行こうっていうのはものすごく危険だなというふうに心から感じてますね、ですんでね、私としてはもう10歳ぐらいまでに投資やビジネス、 YouTube、 こういったものをマスターしてもらって、子供にはで、そっから自分の人生の選択肢っていうものが芽生えてくるんじゃないかなと思ってるんですよね、で少なくとも多言語コミュニケーションができなければ、この減りゆく日本の中で、日本語圏の中でしか選択肢がないってことになって行き詰まっちゃうのかなと思ってるんですよね。まあこんな話をするとすごく長くなっちゃうんで、十分今回も長いですけどね。今回はただただ高田さんとのご縁に感謝しつつ、それから高田さんのね、活動も大いに応援したいなと思っております。まあ、よろしかったらね、また私のチャンネルでご出演いただきたいと思いますし、何かしらの協力ができると思いますので、ぜひね、助け合っていきましょう。それではね、福山ローカルな話題もすごく楽しいと思いますんで、次もやっていきましょうね、まあ思いは様々あれど、今3時55分起きてお風呂に入ってセッティングして、これから私の一日が始まります。それでは行ってきます。